せーの、男の子には内緒だぞ。パジャマで女子会。今夜は全国に55店舗を展開するベストディライトグループホテルエルディアモダン神戸店からお送りします。今夜も始まりました、パジャマで女子会。よろしくシコ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 、バコバコチャンネル限定でお届けします。お届けします。おいしそう、召し上がれ。うん、まばしい。ホテルエルディアモダン神戸店には露天風呂や岩盤浴、光る浴槽、そしてウォータースライダーにボルダリング、ゲームがあるお部屋や VR まで、そしてカフェバーではダーツやビリヤード、卓球も楽しめます。これは女子会にぴったりだよ。今夜のトークテーマは、待って、せーの今夜のトークテーマは愛とお金どっちが大切。愛です。ガゼンガゼン愛です。これコスプレのそうでしょ、めっちゃ一番こうでしょ、ね、カメラ見ても愛があるもんだから、なんか、ね、頑張ってやってくれてるなって思います。お金一回セックスしたら1億円くれるって言われたら行く。とりあえず1億円もらって彼氏と別れるよ。はい、ちょっと待って、お金からみんな声カス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 だね。どっちかというと、でも楽しそう。好きやったらお金出しします。ダメもめっちゃ好きです、大好き。すぐプレゼントとか買っちゃう、もらうのがとても下手くそで、あげる方が多いかなと思います。お願いですか。何回変わる。愛です。ちょっと待ってください、お金かも。経験上、あのお金持ってる人は割と上手やった。すごい、めちゃくちゃスマート。気がついたら、だからもうホテルの方に足向かってたみたいな感じなんで、外見も下の方も余裕がありましたってなわけだったけど、2人はどっち派。いやえ、どっちですか。私、愛ねえ、なんでそんな顔で言うの。本当に本当にない、心の奥底からの愛だったよね。お金は私が頑張る。あーパートいっぱいする。スーパーで、スーパーでお金はいらない。うん、いらない。え、なんで愛がいいの。やっぱ心が満たされたいから、愛を求めてる、今も今も、うん、なんかやってるんですか、愛を求めて。そう、愛を求めて、うん、やっぱ AV っていろんなプレイに挑戦できるじゃん。確かに。だからそういうところで愛を探して、うん、どういうこと。愛の形とはみたいな、すごい探求してる。うんうん、いろんなプレイができるから愛を探している。そう、いろんなプレイを探し方。最近はどういうあのプレイで探したんですか。探すためにどういうプレイしたんですか。ひたすら唾液飲んだ。え、それで愛は見つかったの。うん、でも結構いいなって思った、うん、ただまだ探してるから。愛がないとそれはできないよね、さすがに。愛を求めて3000人、ね、3000人ゲージが探す探す。確かに。え、でもさ、愛がなんかして見つかっちゃったらどうするの。育む。そうだね、そうだね、育てたいよね。そう、やっぱ家庭とかね、うん、子供とかね、うん、いろんなものを、あそこまた新たな愛になる。家族愛とかになってくる。そうそうそう、素敵な話だね。どう。え、私は、うん、どっちだろうって感じです。おー、戦ってる。なんかさっきのお姉さんの、一番最後のお姉さんの話、すっごい共感できて、うん、お金持ってる人は余裕があるみたいな、下の方も余裕がある、スマートだみたいな、分かる気もすると思って。あ、確かにね。だからやっぱ金を持ってるものは愛も兼ね備えてるのかなとか思ってて。え、でもさ、逆にその理論で言うと、うんうん、このさ、お金がない方がさ、必死感があるじゃん。そうするとさ、こう本能的なものがさ芽生えそうでさ、
このまんまだとまずい、子孫を残さねばお腹も減っているっていう状態の方がさ、すごいいい精子が出るって聞くから。あ、そうなの。お金がない方がすごいいいセックスできそうじゃない。そうなんだ。本能的な、本能的ないいセックスできそう。ね、もう今しかないみたいな。そうそう、お金があったらさ、もういつでも抜けますし俺みたいな。まあ確かに。あ、そっちもあるのか。余裕のあるセックスか、うん、それとも本能的な、うん、え、切羽詰まってるセックスの方がいい。私どっちも好きだ、どうしよう。どっちもいいけど。どっちもいい。え、みなみちゃんは？私はがぜん、はい愛でしょ。だってさ、なんかやっぱり愛のあるセックスほど気持ちいいものってなくない？まあ確かに。なんか愛があったらもうチューしただけでも気持ちいいし、もうさ、乳首をサッて、なんか、え、今どういうテクっていう感じでもないのにサッてしただけですっごい気持ちよかったりするから、やっぱりみなみは愛かな。わかる。だから隣にいるだけでジュクジュクしてこない？そうするする。濡れるよね、テンション上がるよね、想像でいけるみたいな。そう、ちょっと今想像しただけでちょっとジュクジュクしそうだもん。え、もうどこに今は困る、今は困る、今は困る。ちょっと私が襲われる可能性が高いね。肉食女子だからやっぱり。でも愛探したいよね。探したい。どこにあるんだろう。どこ？どこ？これ終わったら3人でちょっとガンダーラに探しに行く？ガンダーラに探しに行こう。ガンダーラってどこ？インド。インドにあるの？インドのお金持ちにと愛のあるセックスがしたい。お金持ち。大丈夫みたいになっちゃってるじゃん。でも愛を探しに行きたいと思います。探しに行こう。ガンダーラに行こう。行こう。え、私白人系がいいな、ヨーロッパの。別行動しようか。別行動で、別行動で。途中まで。それだったら南トルコ人がいい。あ、じゃあ南別行動にして。え、私ペルーもいいかも。ペルーもいい。ペルー何がいいの？え、なんかペルーって感じ。ちょっと嫌だ。そんな人嫌なんだけど大丈夫？え、ダメかな。あのほらマチュピチュ、マチュピチュしたい。マチュピチュってどこでしたっけ？他上の方じゃない？あれだ。あのインド系ですよね、多分。またインド系？ね、インド？マチュマチュピチュピチュしたいなみたいな。それ名前だけじゃないですか。したい。マチュマチュピチュピチュしたい。したい。じゃあインドを経由してぐるーっと旅に出よっか。そうですね。そうしましょう。はい。探そう。パジャマで女子会は全国に55店舗を展開するベストディライトグループホテルエルディアモダン神戸店603号室からお送りしました。チャンネル登録してね。